繁盛さん、鳥海さん、はい、よくおいでくださいました、はい、来ました、よくおいでくださいました、うん、今日はね、ちょっと2人に、うん、ちょカードの査定をしてもらおうと思いました。あ、大得意ですよ。査定、まあ、11枚ここにね、カードを用意したんですけど、これを金額順に並べてほしい、高い順に。これメモ用紙です、して使っていただきます。あ、わかりました、罰ゲーム何もなし。あ、罰ゲームは裸踊りです。罰ゲーム、なんか考えるか。裸踊りでしょ。裸踊り、あ、なんかでも裸踊り実際できんから、やっぱりなんでできないの。ん、お前なんでできないの。お前本当に、俺らはいいじゃん。いや、ああいうことないの。あ、確かに。なんでさ、俺らがさ、じゃあ全部並べられたら、俺ら見たい。あげる。いや、これやばい、金額結構いくよ。全部並べ、全部正しかったらあげる。全部ローズ、それはやばい。全部ってラーメン行こうぜ。ラーメン持ってるよ、そしたら。ありがとうございます。そうしよう。ありがとうございます。じゃあ負けたら、負けたら、じゃあ何？負けたら、あの、水あげる。この家で一番高いから。やだ、繁盛も、繁盛が持ってる。やだ。そうしよう。そうしようか。20万くらいするぜ。ダメダメ。俺、あれ、カホなんだから。お前、何十センチにしてると思ってんだよ、ローラーまで入れて。じゃあ、まず一枚一枚見ていきますかね。じゃあ、それぞれの一番高いカードをかけるということで。なんか一枚ずつ紹介してくれんの？そう、一枚ずつ紹介するから。わかった。じゃあ、負けたらここにブラックマシャンこう。はいよ。意味わかんないけど。負けたやつの腕にブラックマシャン。意味わかんないけど、いいよ。じゃあ、今回は、まず一枚目。そんな、これはブラックマジシャンですね。ブラックマジシャンだけど、これちょっと特殊、持ってみたらわかるけど、これね、ステンレスで重いの。あ、これさ、何それ、これあれだべ、これちょっと、なんかの箱に入ったやつ。なんかの箱だね、割と。待って、20周年アニバーサリーか。あ、それもヒント。え、これさ、え、これがこのまま入ってんの。うん、このまま。あ、違う、スリーブには、スリーブもついてて、スリーブには俺が後から入れてる。はい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 。これ俺買おうと思ってたやつだよ。あ、そうなんだ。俺買おうと思ってた、これ。絶対これ高い。いいよ、別に情報はね、どこまで共有してもらってもね、買わない。え、これさ、俺と繁盛さんは味方なの？敵なの？敵。一応敵だけど、普通にお互い、お前、敵の方だなって言って喋んなかったら、お前、この動画終わりよ。さあ、確かにそうやな。確かにそうやけど、俺から有益な情報出ないぞ。お前も反応してくればいいから。分かった。お前多分唯一知ってるから。唯一知ってるから、ブラマジ。これも知ってるんじゃないかな。これちょっと珍しいかもしんない。俺これ知ってる。バンダイ版のレッドアイズ。俺多分持ってるぞ。バンダイ版レッドアイズ、この2枚ちょっと特殊。今回特殊なカード2枚。これちょっとバンダイ版レッドアイズ、これルール14ぐらいまである。ルール、そうそう、ルール14。つなげるとルールになる。つなげるとルールになる。これあるね、あるね。それがまあ、俺もこれほぼフルコンプしてるからね。すげえわ、バンダイ版も持ってる。ほんとに1000年経って2体験に入れたから。そして次はこれも懐かしいカードかな、カエルスライム。しかもこれ俺んだべ。え、あ、違う嘘。なんかね、アイゴにあげたやつにカエルスライム入ってたってコメントあってね、テンション上がったんだよ。かもしんない。カエルスライムか。繁盛の実家に保管してある。カエルスライムか。はいはいはい。もちろんまあ傷あるけど、まあ一応完品じゃないけど備品ぐらいまでの扱いで一応。あ、それそれそうだよな。どんな感じだと思う？いや、全然わかんない。でも繁盛さんがあげたっていうところヒントやな。そんなに多分高くないの。ゴミだと思う、こいつは。じゃあ言いますよ。次、これみんな知ってるかな、これも。オシリスの天空竜。これ後ろ赤いやつ？あ、後ろね、もうスリーブ全部一緒。あ、それはゲームについてるやつじゃない。あ、違う。それがミレニアムゴールドってね。そう、ミレニアムゴールドだ。後ろ赤いやつ。持ってんね、持ってるけど。これ後ろ赤いやつ持ってたよ、オシリス。オシリスのミレニアムゴールド。ミレニアムゴールドだ、これ安い。ミレニアムゴールドは安いです。俺これ知ってるよ、ここの金額がダサいって繁盛さんが言ってた。なるほどね。繁盛さんが。お前さ、やめろよ、俺が好きじゃないだけだからね。俺好きじゃないだけ。繁盛さんが言ってらっしゃるから。俺があんまり好きじゃないだけね。あとこれはね、分かんないと思う、2人ともぶっちゃけ。アストログラフマジシャンの20式。いやでも、あ、なるほどね。アストログラフマジシャンの20式。知ってるよ、それ。もう余裕よ。はい、最近 VV 使ってるから。え、マジで。ペンデラムカードですけど。ペンデラムカードですけど俺専用デッキで組まないと多分ね、使いづらいカードですけど。はいはいはい、はい、じゃあこれも結構有名どころかな、ハルウララ。こちら今回はスーパーレアでご用意しました。あ、これはね、俺ね、分かる。俺だ、買ったもん。いや、わかんないよ。相場っていうのは変動してるから、上がってるかもしれない。これね、俺ダメですよ。めちゃくちゃ薄い。やばい。俺がそう、多分買った時が、再録来てなくて、あの、なんかの再録来てなくて、確か2500円。わかんない。俺は知らない。俺それぐらいだから。一応ね、スーパーレア。2年前が2500円だった。ちょっと待って、バージョン見ようぜ。バージョン見てもいいよ。パックだ、パックだ。パックだ。でも、やっぱ下がるんだと思う。でも、それでも下がって半額ぐらい。
それは俺は俺は分かんない。それは分かんない。なんでお前値段俺に聞くんだよ。やめろよ。はいよ。はい、こちら、ブルーアイズだ。ブルーアイズですね。レリフブルーアイズ最高じゃん。レリフのブルーアイズ俺これ7枚持ってるぞ。え、でもハルさんが持ってるのはここがなんか違うやつだね。そう、やっぱ全然これこれカスだ。これカスでしょ。これカスだよね。これカスだよね。偽物だ。これも割と最近のカードかな。ニビルって言って結構強くて、ね、みんな買ってるカードですね。はいはいはい、ニビル強いんだ。これアイゴのこと結構ヒントでみんな買ってるって言ってね。確かに、うん、つか汎用は強いよ。多分本当に強いんだと思う。これ EP19 だよ。なんかの EP19 じゃない。俺もちなみに分かんないから。そんなだけごめん、俺のカードだけど分かんないから。 EP19 応募者全員サービス的なやつだと思うよ。V ジャンプだけど俺は。うん、でもなんか新しくなってそう。これ北米版アルティメット。北米版のマスターズドラゴンナイト。違うじゃん全然絵柄まで。あー、はいはい、オッケー。なんでオッケーだよこれが。マスターオブドラゴンナイトのシークレット、北米版。はいはいはい。と、ホーリーナイトドラゴン初期シークレット。お、すごい初期だですね。待って、これすごいんじゃないこれ。いや全然だと思う。え、で繁盛さんの違う。俺騙されんよ。これ多分すごいでしょこれ。え、どっち。これ絶対すごいよ。これ絶対高い。俺言ってよ。え、ほんと、うん、初心者の俺がこれ高い。これ初心者の俺がこれ高い。お前が高いと思っていいけど。だってここ銀枠ないもん。俺騙されんよ。お前ら俺を騙されんけど、これ絶対高い。お前の、うん、その理論で言うんだったら、うん、よく見てみ。お、ほんまや。こういうスライムも銀枠ないんだ。銀枠ないんだ。ホーリーナイトドラゴンちなみにもう5回ぐらい採択されてるからね。あー、なるほどね。うん、はい、はい、じゃあ最後ですね、はい、じゃ最後11枚目。こちら雪うさぎのイラスト違い。お、出た。これイラスト違い最近のやつだね。イラスト違いって何これね。雪うさぎの2月7日発売です。ちょっとこれ見ていい？いいよ。あ、ちなみにあ、これ見て。ここに実は俺変えたんだよ。なんでお前変えたんだよ。俺変えたんだよ。なんでお前変えてんだよ。リアリティコレクション初期未開封ボックス2つあるぞ。やべえわ。やべえわそれやばいわ。ちなみにこれリアコリだ。あ、オッケーでもこれはおもろい。相当俺好きだよ。これな。待て俺さ、俺もうこんなから高額商品 2枚を当てるとかだと俺無理。いや、まあ、いや、とりあえずやろうよ。とりあえず並べればいい。順番に並べたら並べてください。え、ちなみにさ、いいヒントあげる。そう、ヒントちょっと欲しいな。やっぱりヒントでもだいぶあったっしょ。いや、まあ、あったけど。いや、いいよ。やっぱ多分なんかどれが聞きたい。多分ね、やってる人だったらある程度わかるんだけど、俺本当に真ん中とか。いや、でも俺もわからない。15年くらいやってんだぞ。いや、だって俺もそんぐらいだよ。いや、そんぐらい俺は持ったわ。俺持ったさすがに持ったっしょ。え、でも俺がやってた時期のか、だってお前が知ってるカードじゃねえよ。これで、まあ、お前が無知なだけだよ。これ、まあ、そうだ。これとか絶対あるじゃん。確かに。これもあるじゃん。まあ、あるじゃん。でも値段小学校の頃は知らんよ。オッケー。じゃあちょいちょいヒントも。高いカードは何枚あるか言って。2枚明らかにぶっ飛んで高いカードが2枚だけある。やっぱこれじゃん。いや、俺わかんないですよ。いろんなバージョンがカードにあるから。この企画でそんな分かりやすい。あ、ちなみにフェイントも入れてますよ。あ、そうなんだ。オッケー。明らかに高そうだなけど。ぶっ飛んでるのは2枚ぶっ飛んで高いのは2枚だけです。じゃあ俺ちょっとあれが使いたい。値段教えてほしい。トップ、あ、違う、じゃあ一番上の値段ってこと。一番上の値段か一番下の値段教えてほしい。あ、じゃあ一番下の値段にしましょう。オッケー。一番下の値段は200円です。オッケーオッケーオッケー。200円の安いカードが混じってます。200円のゴミが俺だけな。うん、しかも待って、でも200円やっぱするんだ一番下でも。オッケー。いや、まあカード大体そこまで安いじゃないからな。確かにうぞうむぞうはないってことやな。確かに、うん、そういうことですね。なんですかね、ここまで確定なんだよな。まあ、オシリスもいろんなバージョンがあるよね。いろんなバージョンがあるうちのミレニアムゴールド。オッケー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 。いや、俺これさこれ、いや、絶対安いなって思うのあるんだけど、わかるんだよ。うん、ただ、間になんか入ってくるかもしれないし、安い間にも、安い中でも順位があるから。ちなみに、そうですね、だいたい200円差ぐらいは各カードついてる。あ、そうなんだ。え、もっと飛んでるのもある。500円差とかもあるけど、そんな、明らかに50円差とかはない。なるほどね。これおもろいぞ。相当おもろいぞ。マジ本気で考えてる。本気で考えてる。ないやった話って、あの、ない、知識ないなりに理論もあるから、自分の中で。なるほどね。自分の中の理論もあるから聞きますから。うわ、ここの二択クソマジで強いんだな。それはね、あの、環境に刺さってるっていう。ああ、割とこいつやばいな。こいつ知らねえな。これステンレスブラックでしょ。ちなみに20周年記念で出たよ。これどれぐらい。え、これさ、レッドアイズも出てるよね。
ね、ブルーアイズがある。ブルーアイズか、ヒント氏はこれが入ってる箱があるんだけど、うん、それにブルーアイズのステンレスかブラックマジシャンのステンレス、どっちが入ってる。俺はブラックマジシャンだった。だからね、レッドアイズは何かの大会の商品にあって、うん、それもめちゃくちゃ高いんだ。そう、それもめっちゃ高い。お前には勝ちたいとしないこれ俺が結構、これアイゴリトの勝負だったら俺こんな悩んでない、ぶっちゃけ。なるほどね。アイゴリトだったら、アイゴリだったら負けてもいいじゃん、別に、うん、俺に負けてもいい、めっちゃ悔しいって分かる。今日はね、ガチコレクターっすからね。ガチだからね、うん、やっぱ、いやここら辺は、うん、あのね、まあまあ、ここら辺、初期系は分かる。うん、ここただね、俺ね、そう、だから、あの、ハンジも分かんなくなるように最近の混ぜました。相当分かんないね、うん、相当分かんない相当分かんないよ、うん、あの、ハンジの場合は逆に知識が邪魔しちゃうところもね、正直あると思う。知識邪魔だね、うん、もう俺、マスターなんじゃ、お前の方が有利だよ、うん、確かに。だからね、これ、わりかしね、結構互角ぐらいの戦いになるようにね、一応カードを選んできてます。ちゃんとお前勝てるぞもう一個ヒント欲しい。いいよいいよ。いいの？いいよ。2枚目のカードってね、2枚目のカード、あの、2番目に高いカード、ぶっ飛んでるって言ったじゃん、うん、それって1万円ちょっととか。まあ、1万円は超えてます。1万円超えてます。2番目に高いカード、2番目に高いカードも1万円は超えてる。1万円は超えてるぐらい。1万円は超えてる。あ、やっぱそれぐらいか。1万円は超えてます。なるほどね。それぐらい。これ悩んでどうする。どうだっていいの。違う、順番つけんだから。いや、でも俺ね、これの値段なんとなく分かるような気がして。これ、あー、はいはいはい、まあ、そういうので、うん、なんか見た気がするって。あ、なるほどね。確かにそれはある、それはある。いいよいいよ。ゴルシケじゃねえのか、これは。ね、ちなみにこれが入ってる箱はオシリスとラーとオベリスクも入ってる。このミレニアムゴールド、これ箱に入ってる。確定で入ってるやつ。確定で入ってるやつ。これ、まあ、俺さ、並べればいいだけでしょ。並べればいいよ。一応順番に並べてくれたらいい。ちゃんと考えてやった。言うて、まあ、遊戯をあんまり触れてこなかったトリッピーさんですが、はい、そうですね、触れてこなかったです、正直。まあ、最近なんかちょっと復活したんだけど、一番高いのちょっと言っていい？はい、ここだと思った、俺は。ホーリーナイト。ホーリーナイト、はいはい、で、これが、まあ、多分本当に結構、まあ、ぶっ飛んでると思ってて、次が、もうこっから俺すでに悩んでんだよ。こっからすでに悩んでんだけど、やっぱりなんだかんだで、ブルーアイズのレリーフは1万超えるんじゃないか。ブルーアイズのレリーフ、はいはいはい、これは、まあ、初期じゃないけど、なんかね、俺見たの動画で、うん、初代のとかだったらもう1枚何十万とかするの、うん、だから、さすがにね、さすがにこれでも万はいくんじゃないかという。なるほど。俺の中の推理があります、はいはい、で、次です、はい、難しいところが、はい、次ちょっと俺の中の思ってるところからやって、うん、で次ね、俺ね、このね、春うららは、はい、これね、最近レア、あの、これ方で、はい、再録もあって結構スーパーレアが当たるんですよ、うん、だからこれめっちゃ下がってるって言いました。これはね、俺ね、600円、はい、600円だとして、はい、あと400と200があるんですけど、はい、400はこれ、繁盛さんのところにあったスライム、うん、これ400円、これはもう本当にね、多分ね、はいはいはい、なんかのミスだと思う。で、これが600、400、で、一番安いのこれ、200円。これはもうシンプルにアイゴリが、うん、フェイントで高そうのこのオシリスを入れた、キラキラプレミアムゴールド、キラキラを入れた、うん、多分このゴールドはあの、しょぼいった、繁盛さんも言ってた。なるほどね。はい、行きます。で、次。繁盛が言ってたの。繁盛が言ってたの、間違いない。これね、この20周年の、この20周年から出たレアリティ、うん、俺もこの時のボックスなんか買ったんだけど、うん、買っても、俺がその時に当たったのは結構使えるやつだったんだけど、うん、それでも3000円とかだったの、うん、だから、多分これね、さっきアイゴリがね、うん、これ専用デッキって言ってたんだよ、うん、だから、そんなに使われないと、多分、うん、俺の予想だと。なんか効果とか知らんけど、なるほどね。だから800円ぐらいで予想しました。800円ぐらい、意外と安い最近のカード、ね、うん、ってなりました、はいはいはい、で、そしたらここら辺が使う、うん、強いカードって言って、うん、強いカードはやっぱりなんだかんだで高いけど、うん、めちゃくちゃ高かったら買わないから1200円ぐらい、うん、はい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 。で、あとね、ここに1個入るんだけど、うん、これですよ。あ、なるほど。初代バンダイ版、これね、俺ね、バンダイ版のカードを最近カードショップで漁ったんですけど、うん、めっちゃいろいろあったの、資料、うん、でも、これはなかった。あ、なるほど。で、レッドアイズ人気だから、そう、なるほどね。まあ、安がないんだろうなとね、分かったんだけど、うん、そこまで高いのが作れられるかって言ったら、うん、状態は綺麗。うん、でも俺は1000円ぐらい。なるほどなるほど。1000円ぐらいだったら買うかな買うかな、はいはいはい、で、これがこうきます。はい、で、1200、1000円。で、はい、これはもうよくわからんけど、多分珍しいんだと思う、うん、なるほど。これ珍しい、北米版シークレット、まあ、2000円とかそれぐらいする、うん、ってなった時に、あとこことここですよ。で、これは多分これも一番最近のパックでしょ。そうですね、これレアリティコレクションですね。ちょっと見たと思うんだけど、多分ね、これトップレアの方だったと思うんだよね、記憶正しかったら。なるほどね。イラスト違い、イラスト違い、たまたましてたんだ。たまたま、たぶんね。で、お前買ったもんね、箱ね。そう、なら、あの、そう、買った、買った。でも、あの、間違えてリサーチしたんだけど、あの、1年前のやつをちょっと一瞬見てたっていうちょっと事故あるんだけど、多分これは7000とかそれぐらい。なるほど。ってなった時に、これは多分レアなんだけど、
まあ、アイゴリ持ってるぐらいだし多分5000とか高いんだけど、それぐらい、ね、結構いい線いってるから、ね、いや、お前相当いい線だと思う。本当、これはいい、ね、これ知識マジない状態で、これ完璧だと思う。本当に、うん、そう、すごいと思う。じゃあこっから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ですからね。はい、はい、理論はすごい通ってやっていいか。アイゴさんの違う、これね、ちょっと本当にこれ並べ、これ並べてっていいか。じゃあまずは1番、一緒よ。あ、よかった、よかった、お前絶対そう。俺はもう確信を持っていい、もう確信を持っていい、もう化け物。俺だってお前と一緒に見てる時動揺を隠せない。そう、なんでしてた、お前これどこで手に入れたのって言いたいもん。これこれはもうあの完備品とかだったらもう値段つけられない、うん、あ、そうなんだ、もういいね、100万、100万でも、まあ、そうなんだ、本当にこれは完品だから、うん、完品、じゃあやっぱローダーとかに上、うん、でも完品は存在しないの、あ、なるほど、これもう初期傷がひどいもんね、はい、これはグレートモスとかそういう系のやつだから、で、次が俺もこれだと思う。あそうなんだよ。でも、で、俺が悩んだのが、うん、ここ、え、これそんな、あ、なるほどね、これトゥエンティースは、基本箱に一番高い、高い、うん、めちゃくちゃ高い、うん、なんか低くても3000とかだった気がする、俺は、うん、トゥエンティース、なるほどね、だからこことここが競ってて、でも俺はこっちの方が上だと思う。あ、これなんでか、理由は最近出たやつで値段が落ちづらい、うん、そうで今一番需要がある状況だから、ラスト違いそうで、多分次4番目、いや俺メモ見てないから、うん、多分頭の中で、うんうん、なるほど、ね、ここがまず合ってんのかなって感じで、ここら辺からでね、分かんなくなるのは、でも本当に結構近いんだね、俺、いや近いと思う、いやでもこれはこれ、そう、これが謎。うっとうしいんだよ、こいつは。こいつがうっとうしい。でも、わかんないよ、これは安い。あ、そうなの？ちなみに。これが高かったら、いや、これ多分、いや、これ高かったら。これね、LCRC だから。うん。安いはずなんだよ、これは。マスターオブドラゴンナイト。そう。これはね、高そうに見えて。これの英語版のウルトラは化け物なの、うん。なるほどね。これ北米版ですね。これは全然だった気がするから、並べていくぞ。こいつを大してマスターだな。俺はそう思った。ね、俺もそう思うぞ。俺も舐めてるから、ミレニアムね。で、これ舐めてるじゃん。うん。で、こいつが謎じゃん。ニビル。わかんない。で、俺これ一番後ろかなと思ったの。あ、なるほど。うん。なるほど。後ろに考えて。うん、俺1400円ぐらいだと思ってるから、それ。ないと思うけどな。で、高校だと思うんだよな、俺。おお。これ後ろからだとして。はいはいはい。うん、で、うららもだいぶ低くなってるけど、こう、こう。はい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 。おお。で、こうじゃないかな。なるほど。うん。で、こっちが頭？そうだね。うん？こうかな。こうみたいな。オッケー。番内版も謎。で、これ、そう高くなかった記憶あんだよ。番内版ってなんかそんな高いカードなかったんで、なんかそのゲートガーディアンとか光の五風剣とか高いんだけど、うん、え、でも200円、1000円か5枚でしょ、200、400、600、800、1000ってなったら、ここら辺がまあ1500、500、600とか、かなと思ったけど、ちょっと待って、これないと思うんだよマジで、本当にこれね、安いと思うんだよな。本当に変えていいか、変えていいよ、変えていいよ。いや、こうな気がする、リビル高いんじゃないか。そう、俺もね、なんかこいつワンチャンじゃないか、わかんないけどね。いや、ここは自信ある俺、ここは、うん、はいはい、トップ4は割と、ね、自信ある。で、これね、もうこいつが入ってきたら多分もうほんと首くくるわ。ここ2つはもう分からない枠として入れた、うん、あ、なるほどね、迷う枠として俺入れた。俺これもう3番目入れてるからね。じゃあこれで勝負します。俺勝負、はい、答え合わせいきますよ。マジで俺これ本気でやったの。じゃあ1位からいきます、うん、1位は2人ともお見事。バイバイ、ホーリーナイトドラゴン。なめんな、ホーリーナイトドラゴン。なめんなコレクター、マジで、こちらまあ大体8万円ぐらいです。8万これちょっと傷あるからそんなにいかないけど、うん、まあ大体、うん、俺は8万いい状態だったら繁盛さん何もあったし、うん、大体8万これは本当にさすがにやばい。綺麗なら綺麗ほどなほど値段はどんどん上がってくる。そうね、値段は合ってないようなものです。次2人ともあれだね、ブライズ。ブライズ。2人ともブライズ。はい、お見事です。ブライズアルティメット。CD は当てれたか。買ってっからな、何枚も。これね、ちなみに最近値段がどんどん爆上がりしてって、うん、今、状態いいやつだと6万ぐらいです。状態いいやつだと6万。うん、6万もすごい。俺だってこの前さ、お前らと2年前ぐらいで、ね、繁盛は2万円で買ってたじゃん。そう、先見の目がめちゃくちゃあった。そうだから、うん、これ絶対上がるからお前ら買えようって言ったら、うん、お前らいらねえって言ったけど、マジ爆上がりした。ここ2、3年で。値段上がるよって言ったじゃん、うん、確かよ。今どんどん上がってるこれは、はい、はい、3番目、3番目はね、これはねダークホースですよ、お二人とも。え、マジで言ってんの？ダークホース中のダークホース。雪うさぎじゃないの？マ
ジかよ。これバンダイマン高いのあったっけ。メテオブラック、これ結構いいやつか。ちなみに、金額差が結構離れてます。だよね、絶対そうだよね、うん、金額差がめちゃくちゃ離れてて、これ大体2400円ぐらい。あ、まあ俺がいろんなサイト見て中央値取ってる。あ、2400円なんだ。6万から2400円なんだ、うん、そう。あ、そうなの。そう、あの、そう、間のカード混ぜようと思ったけど。え、ちょっと待って、雪遊びあんな安いの。8000ぐらいって。クレーティーあんな安いのあんの。マジ。今回はちょっと分かんないようなところで選んでるんですけどね。クレーティーすごみやん。どんだけ下がってんだよ。まあこれが一応、まあサイトによって違うけど、大体2400円ぐらい。あ、でも俺結構近いっちゃ近いんだよな。だって俺レッドアイズ結構上の方よ、置いてたから、うん、レッドアイズだいぶ下の方だから、はい、じゃあまあ次ですね。次が、次こそ雪うさぎでしょ。はい、ブラックマジシャンステンレス。あー、間違い。俺ね、6番目だ、そいつ。俺4番目です。ブラックマジシャンステンレス。あけもんだ。これはまあ2000円ぐらい。2000円ぐらい。大体2000円ぐらいです、ね。こいつ2000円すんのか。あれ、まあまあまあ、まあ、納得だな。俺もびっくりした。この辺こんなするんだと思った。納得だな。まあまあまあ、納得だな。調べたとき。はいはいはい。はい、やばい、じゃあそしたらもう相当やばい。じゃあ次ですね。はい。二人とも狂ってきたんじゃないかな。だいぶ狂ったよ。アストログラフ、トゥエンティシク。うわ、惜しい、俺、4番目だもん。アストログラフ、トゥエンティシク。まあでもまあまあ。トゥエンティシクはね、ちなみに、どのカードでも結構値段がつきやすいんだけど、そうなんだ。まあ、アストログラフちょっと安いかな。いや、でも俺はね、俺だと思った。俺、ここら辺がまだ8000とかだと思ったから。あ、そう。おー、それ、そこよ、そこの店、そこの店。あんまりね、そこを抜いちゃったんだよ。そこ抜いて、なかった。抜いちゃったんですよね。結構、はい、で、次ですね、次が、じゃあニミル。おお、うわー、ちょっと違う、俺ちょっと違う、もう俺だいぶ方がとも、う何が違うか俺分かんなくなってきた。1200円ぐらい。わー、結構強いか。やっぱ俺もそんくらいだと思った。でも1200円って俺予想は、多分予想、俺も予想は合ってた。ドンピシャだ、大体そんくらいでは。2人とも予想は合ってた。1200円って言ったら俺1200円って書いてるのね。大体そんなもんだよね。まあでも今回は順番をね、決める。そうやな、順番よ。はいはいはい。その次が、ハルウララスーパーレア。お、1000円すんだ。今でもします。あ、分からない。レアコレ来てから値段が変動するかもしれないけど。なるほどね。ハルララはなんだかんだ言ってみんな使うんだ。あ、そっか、汎用だもんね。そう、あのノーマルでストラクチャーデッキに再録されたんだけど、それでも値段が下がんなかった。いっぱいあるのに。そうなんだ。やっぱそれだけみんなが必要としてるから。はい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 。俺はレリーフとか宿だったら持っていくんだけど、今回分かんなくするように俺はスーパーで。なるほど、入れておきました。はい、了解だ。後ろの方にかけるしかなくなってしまった。はい、マジで次ですね。マジオフェリスクじゃないよ。オシリスが一番低くある。次ですね。オシリス2番目だしから。はい、そんなオシリスがここですね。あー、やばい、高いんだよオシリスてめー。今神のカードはちょっとずつ上がってまして。そう、俺もびっくりした。俺これね、400円ぐらいかと思ってたんだけど、これ800円。800円すんだ。これ800円、大体800円、中央値あたりで平均的に800円ぐらい。悔しいなこれ。神のカード、ちなみにゲームボーイについてやったやつだと1000円ちょいとか1300円。後ろが赤いやつ、ね、赤、赤、黄色、青、オベリスクね。オベリスクとあれで持ったやつ、あれが今ね、なんか値段が上がってますね。あれ上がるよ、うん、昔のカードは。オシリスがまあ800円、はい、で次くぞ、次勝負来い、マスターオブドラゴンナイト。うわー、こいつ安いの知ってたけど。まあこいつ安いんだけど、下がいたと。あ、まだ下がいたと。こいつ500円ですね。はいはいはい、こいつ500円。はいはいはい、北米版。そうだね、はい、今回だね。残ってるのはこの2枚ですね。カエルスライム。まずい、俺じゃ死んだわ。お前が待ってこれこれゴミ、これ、ケースがっかりさせんなよお前。俺3番目には言ってんだよこれ。俺も3番目なんだこいつ知らねえよ。ごめん、俺がちょっとあれだな、ミスリードしたのかお前がなんかめちゃくちゃ爽やかに。でもこれ安いと思うわ、めっちゃ。雪さぎこれはね、分かんないように入れた。しかもイラスト違いですから。雪さぎ高いと思ってた。高かったよね、だってスーパーね。で、これ次ですね、ここですね、こういう順番。あ、じゃあ、そうなんだ。お前と同点、2点ずつ、ここだけしか取ってない。もうで、まあ雪うさぎが400円、カエルスライム200円。あー、そうなんだ。雪うさぎは、あの、一番新しいレアリティコレクション、はいはい、あれで再録されて、これシークレットなんだけど、うん、一応イラスト違いは、もう一個これのコレクターズとゴールドレアがあって、うん、そっちが外れる。そういうこと。これ一番下のレアリティ。それが下なんだ。割と出やすい。なるほどね。箱買ったら、まあ1枚出るぐらい。なるほど。ワンボックス1枚ぐらい出るんで。はいはいはい、はい、シークレットそんなにいいの。
あのね、もうスーパーレアと、あとシークレットがもう絶対確定みたいな。そんな、そういう感じ。すげえパックだな。シークレットが入ってなかったらもうコレクターズが入って、これ5000円で言ったら間違えて買えそうだわ。危ねえ危ねえ。よかったね。そう、買わなくて。間違いないですよ。イラスト違いで、俺もなんかもっと高いかと思ったけど、意外と数が出回ってるんで。ワンボイチだとそんなもんだね。そうよね。って感じですね。いや、おもろかった。おもろかった。結構惜しかったね、でも。あ、アンドさん、俺4万目のブラックマンション当たってる。え、あれ、あれ、4万目4万目のブラックマンション当たってる。あとはあとはアンドさん、俺こことここ入れ替えたら、これ、この、ここがちょうどピッタし、偶然ガチでちゃんと叩けよ、やった、マジで俺マジ可愛いブラックマンション書いてあるからトゥン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 トゥでかくないかお前。一応それ何一応。手の使い方がでけえぞお前。笑うのめんどくせえだからよ。おい。闇道化師詐欺。闇道化師詐欺じゃん。ハリーポッターじゃねえかよこれ。ふざけんなよお前。何が出たんだよそれ。つえ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 。ハリーポッターじゃねえかよ。おいおちゃらけてるよ。お前、こんなん感動しねえ遊戯王2500攻撃力2500守備力ゼロやないか、攻撃力2500ええかっけーかっけーかっけーアンジョーかっけーかっけー終わりだよこれ。ついにアンジョーさんまでゴミ見てる罰ゲームの意識に全然オッケーだよ。アンジョーが落書きされてる。ありがてえよ。でもこれデュエル挑むと聞こえればいい。それだってパクションができるから。はい、じゃあお疲れ様でした。いいっす。第2回があればまた。やろう。はい、お疲れ。いいっす。